体重65ぐらいでした。で、まあ、いわゆる格闘家体型みたいな感じでしたね。まあ、筋肉の筋とか出てるんですけど、やっぱ大きくはないですし、本当にボクサーみたいな感じの体型してましたね。足やってなかったです一切フィジーク自体は足は一切やってないですね。全くやってないです。もう本当に一回もやってないですね。で、その時腕もやってなかったんです、フィジークの時。割と腕がもともとちょっと太かったっていうのもあるんで、で、フィジークやっぱ肩とかが重要じゃないですか。で、腕が太くて肩がちっちゃく見えてたんで、腕は一切やらずに、もう肩、胸、背中をひたすら回すって感じでした。なんで、次の日は、例えば肩だけになったとしても、その次の日また胸、背中だったりとか、なんか結構ぐちゃぐちゃにやってました。とにかく筋肉痛が残ってないところで、残ってても動かせる部位を動かしてるって感じでした。そうですね、もう中1日ぐらいです食べ物は親に出されたものを食べる程度でした。特にあとはプロテインを飲んで、でもタンパク質量とか1日のタンパク質量気にしてまあ、アジア選手権の話もあったんですけど、フィジークので、それを出ようかとは出て、なんとか見返したいっていうのは思ってたんですけど、ボディービルがもともと好きだったっていうのもありますし、で、朝日さんのパーソナルを受けたんですよね、最初に。これが世界選手権終わって12月ですね。12月に朝日さんのパーソナルをやらせてもらって、で、足を教えてもらったんです。で、そっからですかね、もうほとんどボディービルのことしか考えなくなったのは。ボディービルダーになりたい足やんないと。で、足だったら朝日さんだってなって受験しました。ね、まあ、もともと正志さんに憧れてそのやってたっていうのはありますけど、まあ、足なら正志さんだって感じ。ああ、正志さんは僕がちょろちょろっとトレーニングルームでやってた時からずっと知ってました。多分その時正志さんがやってたトレーニングを全部教えてもらったんですよね。僕は DVD も持ってますし、ずっと DVD で見せたトレーニングをそのまま教えてもらったので、すごい興奮してたのを覚えてます。で、まあ、細かい骨盤だとか、なんか握り方とかっていうのを教えてもらって、すごい嬉しかったです。そういうのを、やっぱ DVD 見てると、こういうふうに、ここをこだわってやってるのかなっていうのを感じてたので、そういうのを教えてくれたっていうのがすごい嬉しくて、はい、やってました。もうそのままスッと入ってきました。はい。なんとなくやっぱフォームとかもずっとやっぱ見せたんで、なんとなくは分かっていたんで、実際に朝日さんにこんな感じ、こういうふうにっていうふうに説明をされて、もうそのまますぐできちゃいましたまあ本当にできたかどうか分かんないですけど、それでもスッと入ってきましたね、自分の中に。初めてではないですけど、がっつりやったのはそれが初めてです。本当に足やるって言っても、なんかちょっと時間が余ってやるとこがないって時に、ちょっとエクステンションやってみましたとか、スクワットをちょっとちょいちょいやりましたぐらいな感じだったんで、本当がっつりやったのはそこが初めてでした、ね。ああ、まあ、正志さんが多分すごい様子見ながらやってくれたんで最後にやりましたけど、本当に結構情けない重量で最後の確かスミスマシンのランジなんて多分5キロ5キロしかつけてなかったですからねそんな程度でした。でもあんまやってないっていうのは言ってましたかね、確か。はい、めちゃくちゃヘロヘロです。本当に腕とかと同じぐらいみたいな本当にすごい細かったです。かなり細かったですね。
すごかったです。歩けなかったです。そういうめちゃくちゃきつかったですね。その時は、伊沢さんが、まあ、怪我してたから軽めにやってたっていうのもあるんですけど、ちょっと胸トレに混ぜてもらって、で、伊沢さんのよくやってるペックフライの重いやつを教えてもらって、あ、本物だと思って、それも見せたんで、ずっと教えてもらって、それ以降ずっとそれやってましたね、ひたすら。10セット、20セットぐらい一人でやってる時もありました。終わりです。ありがとうございます。これから有酸素を見て。そうですね、まあ、並んで立ってた時にやっぱりフィジークっていうのは結構かっこよく立つじゃないですか。でやっぱりマッスルはあんまし強調しないですし、だからなんて言うんだろう、控え室でその他の人たちの体を見てるんで、それでなんかなんて言うんですかね、一緒に並んでて普通に立ってるだけなんでそんなに差がわからないんですよ、筋量の差が。それがなんか嫌だったんですよね。その時なんかすごい自分がでかいと思って浮かれてた時だったんで、俺の方がでかいのになって、ああこれ俺が思いっきりグッと力入れたらどうなるんだろうみたいな感じに思ってました。そっからのトレーニングは胸、背中、肩、腕、足っていうルーティンにしました。これはまさしさんから、そのパーソナルやった時に、おすすめしてもらったルーティンで、その通りやるようにしましたね。重量だけ追ってました。やっぱりボディービルダーにならぬにはもうとことん筋肉を大きくしなきゃいけないですし、でそこら辺でやっぱり筋肉を大きくするには重量って必要なんだなっていうのを気づき始めた時だったんで、とにかく重量にこだわってやってましたね、その時は。そうです。まあでももう出る前から分かってましたね、予選落ちするのは。もう明らかにこんなの勝てる体じゃないし、ブヨブヨだったんでもう覚悟してましたけど、その時雑誌でアイアンマンで連載されてたので出ないわけにはいかないんですよね。なんですごく辛かったです。毎日が1、2ヶ月ぐらいずっと辛かったですね。絶対間に合わない、まあ間に合うように一生懸命やりましたけど、日が何ですかね、もう1日が早いんですよね。だからもうそんな早く日が経たないでくれって思いながらもうちょっと待ってくれって感じで過ごしてましたね。まあ連載もされてたっていうのもありましたし、初めてのボディービル挑戦っていうのもありましたし、優勝するとか優勝目指してみたいなことを言ってたんで、あこれはまずいなっていうか、まあなんだろう、普通にしっかりがっちり仕上げて負けたならまだしも、そんなステージに立つような体でもないような状態で出てきてってなったら、これはどうなるんだろうって思ってました。本当に不甲斐ない体を東京選手権で見せちゃったんで、しっかりまずは絞らないとっていうだけ、そこだけでしたね。本当に絞るってことしか考えてなかったし、でここで負けたらもうボディービルやめようとすら思ってたんで、自分はジュニアで勝てないようなら俺は向いてないんだって思ってて、でそうですね、もう絞ることのみ考えてやってました。あの時は嬉しいっていうのは特になかったですかね、ほっとしたって感じです。やってまあある程度